アビジン。アビジンは、鳥類、爬虫類、両生類の卵管で産生される、ビオチン結合性タンパク質である。これらの動物の卵の白身に蓄積される。一部のバクテリアではのアビジンファミリーも存在する。鶏卵の白身では、アビジンは、全タンパク質の約、約0.05%を占める、卵1個あたり、約180マイクログラム。アビジンは4個の、 同じサブユニットを含み、ほぼ4両体、それぞれのサブユニットが、ビオチン、ビタミン B、ビタミン H を高い親和性と特異性で結合できる。アビジンとビオチンの乖り定数、K は、およそ 10M と測定されており、基地の非共有結合性結合の中で最も強いものの一つである。4両体系では、アビジンの大きさは66、69K だと見積もられている。 分子量の10%は4から5残機のマンノースと3残機の N、アセチルグルコサミンからなる糖鎖によるものである。アビジンの炭水化物部分は少なくとも3種の特徴的なオリゴ糖構造を含む。それぞれの構造と成分は似ている。調理によってアビジンのビオチン神話性は破壊されるため、機能を持つアビジンは生卵で飲み見られる。 卵中のアビジンの自然な機能は分かっていないが、細菌の成長を助けるビオチンに結合する、細菌成長阻害因子として、卵管中で作られていると想定されている。この仮説の証拠として、アビジンと等しいビオチン神話性と非常によく似た、結合部位持つストレプトアビジンが、ストレプトマイセス属細菌のある株によって作られており、抗生物質のようにして競合する細菌の成長を、 阻害する働きをしていると考えられている。アビジンのヒグリコシルカ型が市販の製品に含まれている。しかしながら、ヒグリコシルカ型が天然に存在するのか、あるいは製造工程の産物なのかは最終的な答えが出ていない。アビジンはによって最初に単理された。発見への道は鳥に生卵ジロの食事を与えると食事中に ビオチンが存在するにもかかわらず、このビタミンが不足するという観察から始まった。この観察から、卵白の成分がビオチンを補足していると結論付けられた。スネルはこれを公募試験を用いてインビトロで検証した。スネルは後に、ビオチン結合を担う卵白の成分を単理し、と協力して単理した卵タンパク質が、ビオチン結合症の原因であることを証明した。 その時点でこのタンパク質は研究に参加したテキサス大学の研究者らによって暫定的にアビダルビューマン、貪欲なアルブミンの意と命名されていた。タンパク質の名称は後にビオチンに対する親和性に基づいてアビジン、アビットビオチンに改名された。アビジンのビオチンに対する親和性は非常に高くビオチンの腸からの吸収を阻害するため動物実験では 生卵ジの大量投与でビオチン不足とすることができる。ビオチンは腸内細菌によって作られることもあって、かつては人ではビオチン不足に陥ることはないと考えられていた。しかし、抗生剤の服用などによって腸内細菌に影響を及ぼすこともあり、またビオチンの血中濃度が特別に低くもない患者にビオチン不足と思われる症状が見られるとき、 ビオチンの大量投与で症状が緩和されたり治癒した、場合もある。このことから、アビジンに関係なくビオチンの利用率には、大きな個体差があるという説も出ている。ビオチンとアビジンの親和力は、通常の抗原抗体反応の100万倍以上も、強く、ほとんど、不可逆的な結合を形成するため、免疫や細胞膜の研究用を主役、あるいはガンなどの検査用を主役、さらには モノクローナル抗体と性癌剤を結びつけて、癌細胞のみを直撃する、ミサイル療法製剤への適用などへの応用がある。類似のタンパク質には、ストレプトマイセスの一種から得られる、ストレプトアビジンがあり、これも研究用試薬として用いられている。塩基性の糖タンパク質であるため、アビジンは一部の応用において、一区的結合を示す。就職アルギニを含む、 脱グリコシルカアビジンであるは、より中性の等電点、P を示し、一食意的結合の問題が生じた時には、天然アビジンの代替物として利用可能である。脱グリコシルカされた天然型アビジンは、シグマアルドリッチ、エクストロビダン、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ニュートロビダン、インビトロジェン、ニュートロビダン、E、プロティンズ、ニュートラリットから販売されている。 アビジンマイナスビオチン結合の強度を考えると、アビジンマイナスビオチン複合体の乖離は、タンパク質編成を起こすほどの厳しい条件を必要とする。アビジンマイナスビオチン複合体の不可逆的性質は、アフィニティクロマトグラフィーにおける、アビジンの応用を制限する、捕捉されたリガンドは、後で放出されるのが望ましい。研究者らは、アビジンの結合部位のチロシン残基を、 ニトル化あるいは要素化することで、化学的な結合特性を持つアビジンを開発した。この改良アビジンは、pH4 で強いビオチン結合特性を示し、pH10 以上でビオチンを放す。ビオチンに対する、親和性が低下した、単量体アビジンも多くの市販のアフィニティ樹脂で使用されている。単量体系アビジンは、固定化された天然アビジンを尿素あるいは、 グアニジン塩酸児ジを6から 8M で処理することで作られ、より低い返り定数、K10M を示す。これによって、より温和な非変性条件で、より低濃度のビオチンあるいはより温和な、PH 条件を用いて、アビジンマトリックスからの溶出が可能になる。過強を伴わない、単一の更新和性ビオチン結合部位としては、ストレプトアビジンを使うことができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。